白鳥の湖第3幕で黒鳥がやってのける一見終わりそうにない連続ターン。つま先の上に乗ったり降りたりしながら回って回って32回も回ります。バレエで最も難しいシークエンスの一つで、この30秒間黒鳥は人間コマのように永遠に回り続けます。この見事なターンはフェッテ、フランス語で泡立てる泡立て器のように回転し続ける驚異的能力を表します。簡単するもいいが、これを物理的に解明できるか。まず片足を蹴り出してトルクを生み出すが、難しいのは回転を維持するところです。回るにつれトーシューズと床の間で摩擦が起こり、体と空気感も抵抗が起こり、勢いが弱まります。どう回り続ける。回転の間にほんの一瞬停止し、観客の方を向く時があります。軸足を床につけた後、ひねりながらつま先立ちに戻り、この時床を押すことでわずかなトルクが生まれます。同時にバランスを保つため腕を振り出して開く。最も効率よくターンできるのは重心が安定している時で、上手い人は回転軸を垂直に保つことができます。伸ばした腕とトルクを生み出す軸足で勢いが生まれる。しかし本当の秘密、ほとんど気づかない理由は、もう片方の足が動きを止めないこと。ほんの一瞬回転が止まっている間に宙に浮かせる足を伸ばし、正面から横へと移動し膝を閉じます。動き続けるこの足が回転の勢いの一部を保持します。上げた足が体軸の方に戻った時、保持された勢いが再び体へと伝えられ、つま先立ちに戻る時の回転に加わります。ターンするごとに足を開いて閉じることで、回転の勢いが足と体の間を行ったり来たりするため回り続けられるのです。本当に優れた方は1回足を伸ばすたびに2回転以上し、やり方は2つ。1つ目は早めに足を伸ばす。足が伸びた状態が長いほど勢いがより多く蓄えられ、足を引き寄せた時体に移す勢いが大きい。より多くの核運動量があると、摩擦で失われた勢い尽きずに多く回れる。もう一つはつま先立ちに戻ったら、腕や足をより体に近づけることです。仕組みは、それはバレエの他のターン同様、フェッテは核運動量が支配しており、核運動量イコール核速度×慣性モーメントです。摩擦で失われた分を別とすると、つま先の間は核運動量は一定の値に保たれます。核運動量保存の法則と言います。回転運動に対する物体の抵抗と考えるといいでしょう。回転軸からより離れた位置に質量が分布するほど大きくなり、回転軸の近くに質量が分布すると小さくなります。腕を体の近くに引き寄せるほど慣性モーメントが減るわけです。核運動量が保存され、核速度が上がらないといけないので、蓄積された回転の勢いが同じでも複数回のターンを続けることができるわけです。フィギュアスケートでも同じ腕や足を引き寄せることでもっと早く回転するのです。チャイコフスキーのバレエでは黒鳥は魔女で、目を奪う魅惑の32回転のフェッテは人間技とは思えない。でもそれは魔法でなく物理学です。テッド・エドは可能な限り多くの言語で質の高い教育コンテンツをできるだけ多くの人々に無料でお届けできるよう努めています。ペイトリオンに寄付して非営利団体の私たちの活動を支援してください。そしてチャンネル登録もお忘れなく。